はい、それではジャンジャン町入り口、まあ、新世界ですね。4月21日です。映像の後半になります。それではスタート。こちらもやっぱりあの非常事態宣言が発令された後は全部お店を多分閉めると思いますね。でこちらの方が地下の通路になっております。左の方がこのような感じでお店がずっと軒を連ねていると、こういう現状でございますね。はい、もうこのような形でどんどんシャッターが、シャッター結構あるかな、ありますね、結構シャッター。なんでアタックナンバーワン流れてんだろう昭和っぽくてすごく好きなんですけどね、ここは。 あれここって囲碁将棋の店じゃなかった？違うか串カツか。スカスカだ、残念。部活のお店も結構ガラガラっすね。あ、で囲碁将棋のお店が、やっぱりこういったアナログなゲーム結構いらっしゃいますね、お客様。やっぱりこういったアナログのゲームっていうのは本当に素晴らしいですよね、テレビゲームと違って。どこででもできてしまうと。電気は必要ないっていう形ですね。射的ですね。はあ。ゲーセンある。結構締め切ってるお店はちょっと危ないと思いますけどね。お店結構ドア閉めて営業してるんでね、さっき狭いお店あったんですけど、そこで閉めたまま営業ってのは非常に危ないと思いますね。もうゲーセンありますね。あー、ここの立ち食いうまいんだけどな、閉まってるわ、ね、ここもね、かけ170円で、ここだし美味しいですよ。で串カツだるまもここにあると、あ、休業だ。振り返ってみましょうか。こんな感じなんですよね。じゃん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 とで、こうですね。やっぱりちょっと平日の昼間もあって人通りは当然少ないと思いますが、これコロナの影響でさらに少なくなっていると思いますね。さあ、こっちも行ってみましょう。あ、道間違えたっぽい。行けるかな。行けそうやね。あ、行けるわ。あ、ちなみにこれがですね、天王寺動物園。ちょっと天王寺動物園の方まで行きましょうか。おー、なにわクラブ。ね、
んな感じでやっております。一度こうやって舞台をね一回見てみたいんですけどね、なんか写真でしか見たことないんですけど、なんか札束が入り乱れてる写真でなんかすごい写真を見たことありますけど、すごい世界ですよね。はい、白熊さんがねこのようにいらっしゃいますね。ちなみにあの天王寺動物園の入り口は、2箇所ございまして、ちょうどこちらですね。ちょっと行ってみましょうかね。あ、ちなみにこの方角はもう飛び出し位置ですね。さあ行ってみましょうか。ん？ちょっと待って、なんか変わった自販機があるな。チケットの自販機ですかね。あ、違うか。あ、チケットの自販機かこれ。へー、すごいですね。さあこちらが天王寺動物園の入り口。ほら、知ってるかな、天王寺動物園。はい、こちらの動物園はパンダはいらっしゃいません。ちなみにさあ、そしてまたこちらの通天閣の方に来ております。もう伸びは食べ物屋ばっかりというか、ほとんどそういうお店しかないんで、だからもう大打撃でしょうね。こちら当然でっかいたこ焼きありますね。見てください、これオブジェがすごいですね。うまそうやな。でこちらが、まあ、このような形でまっすぐ行って右行ったら映画館ですね。やっぱ映画館の方はね行ったらデンジャーなんで、あの AI が引っかかっちゃうんで。でこれがさっきのジャンジャン横丁ですね。出てきた道ですね。どういたしましょうか。こっち行こうか。結構射的のねお店が何店舗かありますよね。あ、またこちらにですね、ビリケンさんのマスクバージョンがいらっしゃいますね。はい、マスクゴルゴ13もいますね。ゲーム終わってから要件を聞こうかと、俺に会いたければ2階に来いと。あ、オート三輪がありますね。オート三輪がある、オート三輪がありますよ。うわー、こういったゲームが。まあここでちょっと一周してきてしまったんで、またちょっと元に戻りましょうかね。ここがまあ有名な、さっきもスパワールドの前でお話ししましたが、まあ、有名な撮影ポイントですね。じゃあまた元に戻りましょうか。
今度はちょっとあの例の映画館の方を向かって行きますが、こっちの本当にあの通天閣の方のお店っていうのは、まあ、あの東京の方でいうとまあ浅草みたいなもんですよね。あ、こっちにも白いマスクのビリケンさんがいらっしゃいましたね。ね。だるまの社長ですね。これにもねマスクつけてみれば面白いかもしれませんけどね。そしたら営業できなくなっちゃうのかな、よくわかんないけど。新世界串カツバイキング大統領、こちらも飲み屋さんありますね。ちょっと逆光かな、ちょっと逆光。ここはホテルですね。帽子屋さんがある。何ホテルだっけ、あれこのホテルは何ホテルだ、東横インだったっけ。ちょっとホテル名が記載されてないですね。ホテルの入り口多分反対側なんでしょうね。これあ、東横インこっちやん、反対側にありましたね。こちらの左側のホテルではなくこっちが東横インでしたね。東横イン、ちょっと逆光なんな。東横インがこのようにございます。はい、串カツ屋さんもねこのような感じで、あ、これが舞台のとこか。あ、朝日劇場っていうところですね。こちらが朝日劇場、シアター朝日。ちょっと引きの映像撮りましょうかね。これちょっと撮るのかな、写真にしたら。